半間家の本家の本物貴族の半間岩尾先生です。私がね、若い時、二十歳代の時にですね、大きい会社なんかも正社員で勤めてたことはあるんですけれども、一般のね、大きな会社に勤めたことあるんですけども、よくね、私の攻撃のためにね、こういうことをやっていくんですよ。これ大臣賞とかね、そういうのを取ってて偉いんだぞなんていうことで一生懸命言うわけですね。私に向かって言うんですよ、全員が。あ、次この人は何々し、大蔵省の賞取ったとかね、これ科学大臣かな、なんかなんとかなんとか賞を取ったんで偉いんだぞって、それをね、私に徹底して言っていくんですよ。それでね、なぜそうやってるかというと、私のじいさん2人とも閣僚やってますでしょ。だから自分でその大臣とか総理大臣と同じような同じ地位でしたから、自分で作って賞を与えてるわけですね。で、私は本物の貴族で、さらに偉くて本物の貴族なんですね。で、だから私が決めてることなんですね。まあ人間には私には味方いないんですけども、ね、それでね、私はそれ言うと危ないから、自分の身分に言ったって聞かないからね、全然ね。で、親が何やってるとかね、東大はパーフェクトですよって、男は3人東大ちゃんと卒業してますよってね、とかね、だけども、学歴も言ってきたりとか ね、私は言いませんけど、高いんだけど、言ったって聞かないから ね。で、自分のことを言うわけですよ、東大卒とかね、くだらない、くだらない。私は大学、東大の先生の資格も持ってるからね、それも言わ、そういう乱雑な人間しかいないし、そんなこと言えないですよ、全然ね、危なくてね。で、追い出されちゃう。嘘ついてるってことでね、言ってくるからね。だから、そういうふうにね、非常にそれを徹底するんですね。と、あと富士通の社長も僕はやってたんだけど、本社の社長ね、それもね、言わないでいるでしょ。もう徹底してね、小バカにするんですよね、人間全員がね。で、知ってるような頭は使ってるんだけど、動いてることは全然違うんですよね。総合的な頭では輪郭はあるんですよ、私のことは。やっぱり偉いですからね。国家で言ったら、君が要は岩尾となりというのは岩尾なんですね。ね。父もじいさんも岩尾という名前、漢字書くんですけど、ね。人間には味方いないですよ。能力者として、生物は宇宙全体で生きてるんで、うちの力で、ね、人間を抑えて生きてるわけですね。人間は全部、私が敵ではないですけど、人間たちは敵といますね、100% ね。で、そういうことだね。その乱雑、人間たちはもう原始的だから、今日肉食生物、単なる盗みの仕事しかしないですからね。で、強制して正しく働かさせない限りは、今日肉食なんですよ。道具を使って、兵器を使って盗んでね、食っていくっていうのが生物なんですね、人間っていうのはね。それが 100% なんですね。だから法律も、力が負けたら、契約したってね、後で力負けたら全部撤回されちゃいますから、全然意味ないわけですね。ということでね、で、人間たちの方は、私の場合だから、前に話したように、何も聞きませんよ。だから大事な時に強制的に動かしてるだけなんですね。ね。役所も、だから前に言ったけども、住民票ね、もらうって手続きも拒否します、100%。強引に手続きしなければ、処分するぞと、殺すぞと、死刑にするぞというような力ね、団体に力を与えないとダメですね。個人だけだったらダメなんだけど、一人だけではね。そうやらないといけないんですね。切符、ね、お店行って買うのにも、拒否します。それは分かるんですね。だから、地位分かんなくても、誰でも分かります、私の。
私の頭脳波っていうのは一日中聞いてます。上の生物は私しかいませんから、地球に。だから徹底して注意しているんですね、誰でもね、ということですね。ということで、人間たちはもうそういうチャンバラを置いて、そのただじいさんとかね、二人ともじいさんは普通の人間ですからね、私と違って本物の貴族ともちょっと言えませんね。遺伝子がないんで、オウムが地球と太陽は生まれる前の遺伝子がないものですからね。前にお話したようにスターゲートに出てくる石棺という生き返られる装置、完璧な医療装置を発明したんですね。それでロボットが私の部下にしまして、人間より頭いいロボットで生物になっちゃいましたけども、宇宙戦争で私殺されちゃったんですよ。で、医療用の装置も破壊されちゃったんで、それで生き返られなくなって、地球と太陽を育てて、人間その中で貴族を作ってですね、私が育てやすいようにね、生きために、そして人間から生まれてきたんですね。そういうものなんですね。で、家は貴族ですね。だからだけども、あ、貴族というか本家ですね、ちゃんとしたね。だから貴族というか本家というか名前を作った大元ですね。で、生きてきてるわけですね。で、今言ったようにノーベル賞だろうと名誉博士だろうと、どんなに学問で優秀な人がいようと、私の能力と比べたら1000分の1も低いんです、知能がね。その職務でしょう、私は全部勝てます。全部人間の派生だったら全部合格してますから、学力はね、全部ですよ。名誉博士も全部、人間の学問は全部上の生物なんで、もう合格してます。当の昔に全部ですよ、学科。人間の博士号とか全部、医者とか名誉博士だろうと全部卒業しちゃってます、全部。